早速ですが、今回は、海上自衛隊の迎撃体制、SM-3 を詳しく見ていきますね。弾道ミサイル防衛体制でイージス艦から、SM-3 と地上での、PAC-3 での二段構えの迎撃システム。極超音速ミサイルや巡航ミサイルには対応不可なのです。反撃能力しかないのかな。日本では2020年に導入計画を中止した陸上配備型のイージス・アショアの役割の代替を新規に建造を行う2隻のイージスシステム搭載の専用艦艇で行う方向となったが、昨今はこの用途以外にも活用される可能性が浮上している。2022年8月下旬に日本の大手のマスメディアが報じた内容によれば、このイージスシステム搭載の専用艦艇は、当初のミサイル防衛用の SM-6 以外にも、国産の対艦、及び対空用途の巡航ミサイルを実装する見込みがあるようだ。ここで言う国産の対艦巡航ミサイルとは、現在開発が続られている、1-2式対艦誘導弾の能力向上型の艦載バージョンであり、対地攻撃も、念頭に置いていることもあり、いわゆる敵地攻撃能力、今は反撃能力の実現につながる。また、対空用途の巡航ミサイルとは、3式中距離地対空誘導弾の改良型を指しており、これらを搭載することで、ミサイル防衛、対火、対地攻撃、対空防御の4つの用途の異なる兵装を、1つの艦で対処するという、方向が想定される。驚きなのは、こうした兵装の多様さのみならず、これか。新規に建造されるイージスシステム搭載の専用艦艇のサイズ感であり、推定値で基準排水量2万トン、全長210メートル、全幅40メートルとされている点だろう。海上自衛隊の最新鋭のイージス護衛艦であるマヤ型は、基準排水量8200トン、満載排水量1万250トン、全長170メートル、全幅 21.0 メートルで、ベースとなったアメリカのアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の中でも、最大規模を誇る。このマヤ型の数値と比較しても、新規に建造されるイージスシステム搭載の専用艦艇のサイズが、いかに巨大であるのかは一目瞭然だが、現代の世界各国の海軍を見渡しても、そのような用途の、ここまでの大型艦は存在していない。この数値の使用から察するに、新規に建造されるイージスシステム搭載の専用艦艇は、移動やその速度には、重点を置いていない、いわば海上の要塞のような艦艇になることが予想されが、今後の続報にも留意していきたい。しかし、2022年9月の現時点では、これらは計画の段階であり、現実の戦力としては存在していないわけで、現状の日本のミサイル防衛は、実のマヤ型2隻を含み、混合型4隻、アタゴ型2隻の計8隻のイージス護衛艦が担っている。これら、海上自衛隊のイージス護衛艦が搭載している。ミサイル防衛用の迎撃ミサイルがアメリカ製の SM-3 であり、正式な名称はRIM-161スタンダードミサイル3と呼称される短距離及び中距離弾道弾に対する艦艇搭載型のものである。SM-3 は全モデルの SM-2 RIM-156 スタンダードミサイルブロック IV をベースに開発された兵器であり、まず1999年にアメリカで初のミーテストが行われ、2002年には模擬標的に実際に命中させることに成功した。その後、細かな改良が施された SM-3 はブロックイヤと呼ばれるバージョンへと至り、2006年にミーテストに成功、短距離弾道ミサイル及び
一部の中距離弾道ミサイルの迎撃能力を有した兵器として、アメリカで広範囲に配備が進められる。そのため、SM-3 のブロックイヤは、一部の中距離弾道ミサイルや、長距離の大陸間弾道ミサイルの迎撃破不可能なことは織り込み済みであり、日本の海上自衛隊のイージス護衛艦である、金剛型4隻にも、このミサイルの運用能力が付与された。すべての中距離弾道ミサイルと、一部の大陸間弾道ミサイルへの対処能力を備えたものは、SM-3 の次のバージョンのブロック IB からであり、アメリカ海軍は、同ミサイルの配備を2009年より開始し、で、ミサイル防衛の範囲を拡大させた。続いて、SM-3 のブロック 2A では、従来 13.5 インチあった、ブースター部の直径を21インチにまで拡大、搭載される燃料自体が増量されたことで、速度の向上と弾頭の大型化が図られ、一部の大陸間弾道ミサイルへの対処が可能となった。日本は、この SM-3 のブロック 2A から、アメリカとの共同発に参画しており、これらの開発に要する初期費用のおよそ30%から40%ほどを拠出し、同ミサイルは2020年に、大陸間弾道ミサイルに見立てた標的の迎撃に無事に成功している。この時、アメリカ海軍では、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦の63番艦である、ションフィンに、SM-3 のブロック 2A を搭載し、ハワイの北東海上に配置、マーシャル諸島から打ち上げられた大陸間弾道ミサイルを模した標的を撃ち落とした。さらに、SM-3 は、これまでの成功を受けて、ブロック 2B の開発が行われたが、この開発において、アメリカ側は、日本の参加を前提としていたものの、日本側では、ブロック 2A の開発スケジュールの遅延や、費用の増大に、慎重論も存在した。しかし、日本側も、最終的に、2008年には、SM-3 のブロック B の、開発に参加することを決定したが、これを実装、搭載し、ている艦艇は今のところなく、最新型のイージス護衛艦であるマヤ型も、ブロック 2A を装備する状態で止まっている。ちなみに、2020年に導入が断念された陸上配備型のイージスショアでも、計画が当初描いた通りに進められれば、この SM-3 のブロック 2A が搭載される予定だったこともあり、日本のミサイル防衛の中核をなす存在の兵器だと言えよう。これらは、いずれは、SM-3 のブロック 2B に対応する改修が施される可能性もあると考えられるが、冒頭で述べたように新造されるイージスシステム搭載の専用艦艇は、ミサイル防衛用には、SM-6 を搭載することが予定されいる状況である。SM-6 は、弾道ミサイルの迎撃用途に富まず、固定翼、機、回転翼、機、無人機等の航空機の迎撃の能力、そして、敵の対艦巡航ミサイルの迎撃能力、及び、艦対艦ミサイル。としても運用可能な長射程の艦艇搭載型の兵装として開発された。イージス艦の場合に、SM-6 は、その VLS、垂直発射艦から運用され、イージスシステムとしては、ベースライン5以上を搭載する艦艇で使用可能となっており、今後は、日本で、浜屋型護衛艦への実装も検討される見込みである。SM-3 に話を戻せば、この、迎撃ミサイルは、弾頭部に索薬等を詰めて、その炸裂によって、敵のミサイルを破壊する形式ではなく、純粋に、
弾頭部を敵ミサイルに衝突させ、自身の弾頭部の重量による物理的な威力で敵ミサイルを撃破するものとなっている。アメリカの国防総省は、これまでに実施を積み重ねてきた SA-3 のテスト結果をもとにして、同ミサイルの命中精度は 84% に達すると評しているが、弾頭部の重量による物理的な威力で破壊する、その形式には、1日からは、疑義の声も上がっている。これまでに、ニューヨークタイムズでは、対象が核弾頭を搭載したミサイルの場合、SM-3 は、その本体部を破壊することは出ても、肝心の核弾頭については、十分に無効化することが困難だと、指摘する記事を2010年に掲載したこともあった。こうした指摘を受けたアメリカのミサイル防衛局側では、一部、そうした記事の内容にも事実が含まれるとはしつつも、これまでのテストで19回中16回の弾道ミサイルの弾頭の無効化に成功したとする反論を行っている。